反り腰を解消したくて、前もものストレッチするけどあんまり変わらん。下腹が気になって、レッグレイズするけどあんまり変わらん。そう思ったことはないでしょうか。皆さんがやるべきことは、実はももを高く上げることなんです。膝を高く上げないことが続いてくると、腰の筋肉が硬くなります。反れる方が強くなります。反り腰になってしまいます。腰は反れてお腹は伸びます。腹筋が伸びきって縮まる力が弱ってしまう。腹筋をしようと思っても腰が硬いがために腹筋が縮まらない。お腹に効かない。首や腰が痛い。そういった原因にもなります。今回は寝たまま水平よりもももを上げるだけです。初級中級上級と3種目3セットずつ行います。レベルに合ったものでもいいですし、全部通してやったら9セット行うことになります。一緒に頑張ってみましょう。まずは両膝を抱えて腰の筋肉を伸ばしていきます。スタート。腰の筋肉が硬いと、これから行う膝を抱えるメニュー難しくなってきますんで、まず腰の筋肉緩めましょう。硬いよって人はちょっと体を左右に揺らしたり、足を動かしたりして筋肉緩めていきましょう。はい、OK です。それでは初級編に入ります。手を合わせます。寝た状態から交互に膝を抱えていきましょう。水平よりも膝が手前に来ればバッチリです。息止めないように行っていきましょう。こういう感じで膝を曲げた時に腰を床につける感じです。これをもう2回やっていきます。呼吸を戻していきましょう。しっかり膝を抱えて腰を丸めてください。初級編あと1回で終わりです。頑張りましょう。OK です。次は中級編です。万歳したところから起き上がりながら膝を曲げていきます。中級編頑張っていきましょう。手を遠くに持っていくイメージです。起き上がることよりも膝を抱える方が優先です。あと2回やったら終わりです。腹筋がついてくると腹筋中の首の痛みなくなってきますからね。OK、 あと1回やったら終わりです。オッケー、中級編お疲れ様でした。ラストは上級編です。起き上がったままで膝を抱えて交互に足を動かしていきます。ラスト頑張りましょう。息止めないように、足を入れ替えたらちょっと引き寄せます。
OK。 あと2回やったら終わりです。終わったら最後にね、お腹を伸ばすストレッチをやります。しっかり膝を抱えましょう。OK。 あと1回やったら終わりです。OK。 お腹は結構ね疲れたと思うんで、お腹を伸ばしましょう。肘をついた状態でちょっと上半身を反らしてください。あと腹筋がすごい伸びますよね。中級編と上級編できなかったよって方も、3日目になると上級できてきます。1日目は初級、2日目は中級、3日目は上級、4日目はまた初級っていう感じでやってみてください。自分の上達に実感が湧いてきます。 OK。 この動画を毎日1ヶ月続けてみてください。劇的な変化に気づくはずです。やってみた方、自分のレベル、初級1、中級2、上級3、数字だけでもいいので教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。